こんにちは。株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日は BMW320D、エディションシャドウのご紹介をしていきたいと思います。はい、この BMW のですね、3シリーズのディーゼルということなんですけれども、そうですね、この3シリーズの 320D からですね、割とその欧州車のディーゼルっていうのが、ヨーロッパに行くと分かるんですけど、結構どの車もディーゼルの車が割と走ってたりするんですよね。で、日本に、クリーンディーゼルというですね、カテゴライズで、割と一般にこう浸透していたのは、おそらくこの 320D というのがですね、割とこのカテゴリーを牽引してきたという歴史があるかと思うんですけれども、このですね、3シリーズのこうディーゼルの黒と、このエディションシャドウというですね、ちょっとその特別モデルということになるんですけれども、黒のですね、BMW でこの3シリーズって意外と多くないんじゃないかなと思いますね。特にその前のですね、この BMW のこのグリルの部分がですね、同色になってて、これ今回はこうあの BMW のですね、この色合いがこう3色ですね、M モデルのこう象徴みたいな感じで色がこうワンポイント出てるというような感じになってるんですけど、すごいこう見た目もですね、スタイリッシュに仕上がってるという車じゃないかなと思います。非常に車全体のですね、ツヤ感であったりとか、多分映像でも伝わると思うんですけど、非常に綺麗な車だなという印象です。で、今現在走行距離が1万8000キロぐらいの距離になるんですけど、タイヤの目もですね、今もうそうですね、7分山ぐらいのタイヤの目があるかなというような感じになってます。ガリ傷もですね、左前は全くないなというところですね。で、横見ていきたいと思うんですけど、こちらの車はサンルーフは特についてないモデルということになりますね。この辺のですね、やっぱこうあのプレスラインっていうのがこの BMW ってすごく綺麗ですよね。こう光を反射した時のその車のこう工業製品としての美しさみたいなものをですね、特にこの黒っていうのは感じさせてくれるような印象があるかなっていうふうに思いますね。で、後ろがですね、3面のスモークガラスになってるんですけれども、黒だとですね、またスモークガラスになってるっていうのがちょっとこうあのなんか同化するような感じになるんですけど、よりこうシックな印象というような感じですね。後ろ側もですね、あのホイールも非常に綺麗な状態になってます。で、これですね、ガラスコーティングのおそらくこのマークになっていると思うんですけれども、あのガラスコーティング等もあのきちんと施工されているということですね。で、後ろのですね、バンパーの形状もあの多少あのノーマルモデルと違うというような感じですよね。このあたりがですね、少しそのカスタマイズされているような、感じになっています。はい、運転席側のですね、見ていきたいと思います。ライトとかもやっぱ綺麗ですね。もう、年式的にもですね、もう全然車としてですね、そんなにこう劣化がどうのこうのっていう年式でもないというところなんですけど、本当に綺麗にされているなという感じですね。で、ガリ傷も本当全くない状態ですね。で、こちらも見ていきたいと思うんですけれども、後ろ側もですね、ガリ傷がない状態です。これぐらいの扁平がある車だとどうしてもですね、あのちょっとした弾みでそういう傷がつくっていうケースが、少なくないんですけれども、非常にその辺もきれいにされてますね。もう傷等もですね、本当に目立つところであのこれはっていうのがないので、あの非常に安心して乗っていただけるというですね、選んでいただける個体ということを自信持って言えるかなと思いますね。はい、内装をですね、見ていきたいと思います。お、BMW の匂いがしますね。もう独特というか、あの BM に乗ってる人はよくわかるなという革の匂いとですね、多分中の接着剤とかですね、そういった中のその使ってる素材の匂いというふうによく言われるんですけれども、中のですね、シートがこの全てオールレザーのシートになってます。だいたい M スポーツとかのモデルは真ん中がですね、ファブリックシートになってたりとか、もしくはアルカンターラとかバックスキーになってるんですけど、これはその表皮のオールレザーのシートということになってます。
シートの状態もですね、もう映像で見ていただけると分かると思うんですけど、非常に綺麗に使われているなという感じですね。このドアのですね、このドスっていうのはやっぱもう定番ですね。非常に重厚感のある感じになってます。で、エンジンをかけてみたいと思いますね。このね、ディーゼルのこの音っていうのはですね、まあポルシェとかだと本当にほとんどそういったそのディーゼルであるというですね、音っていうのをあんまり感じることがなかったりするんですけど、 BMW の場合はですね、割とちょっとこうディーゼルというのが、まあ、分かるようなエンジンの音というのがあります。ただ全然耳障りとかっていうのはなくて、まあ、こういう車をですね、割とクリーンディーゼルの車をこう見る機会っていうのが結構増えてきたっていうのがあるので、まあ日本にも馴染んできたかなっていうような感じがしますね。で、内装のですね感じですけど、ハンドルをですね、この専用のモデルのハンドルになってて、パドルシフトもですね、あの非常にパッとこう視界に入ってくるような感じの、割とそのスポーツっていうのを強調しているような感じですね。で、ハンドルのですね、この形状もちょっとやっぱこのモデルぐらいから多少ちょっと違う感じですよね。少しこの辺りの握るところのですね、グリップがよりちょっとこう太くなっているというか、変わった形状になっているっていう感じで、この握りやすさっていうのがありますね。で、割とこう太くて小口径というような、こういかにもスポーツという感じですよね。で、こちらにエディションシャドウというですね、ロゴが入っています。まあ、特別モデルだというところで、内装がですね、ウッド調ではなくて、もちろんこの M スポーツということなので、この辺りが全部こういうアルミ調のですね、内装になってて、よりスポーティーと、どちらかというとラグジュアリーよりもスポーティーに振っているというような感じになってます。で、一応ですね、こちら GPS レーダーと、あとそのドライブレコーダーっていうのがですね、ついてます。今ドライブレコーダーも今本当必須っていう感じになってますよね。で、この辺りはですね、もうずっとこの携帯の320のタイプっていうのはもうずっと変わらずっていう感じで、ここにカップホルダーがあって、まあ、閉めれるようになっているという感じで、で、こちらは全部電子シフトになっているというのがもう今定番になってますね。はい、後部座席の方ですね、乗ってみたいと思います。ま、おお、結構広いですよね。これ本当ベンツの CLS とかですね、結構後ろに乗る機会って時々あるんですけど、そういうよりもですね、レッグスペースが割とあるような印象ですよね。で、横幅もですね、割とあって、結構大人4人がですね、しっかりとこう乗っていただけるような広さっていうのがありますね。で、この車に関してはもう後ろはほとんども乗られているような形跡がないような感じになってますので、まあ、気持ちよく乗っていただけるような内装のコンディション、嫌な匂いもないですし、シミとかシワとかですね、スレとかっていうのも、特に、まあ、パッと見てですね、感じるところっていうのはないので、まあよっぽど神経質な方でない限りは、気に入っていただけるというようなコンディションではないかなと思いますね。トランクスペースを見ていきたいと思います。もう広いですね。トランクが奥行きもすごくありますし、高さもありますね。やっぱり BM でいうと3シリーズ、ベンツでいうと C クラスっていうのが割とこうそれを基準にしてですね、そのマーケティングって多分されているという部分があると思うんですけど、やっぱりね、このカテゴライズの車っていうのは、やっぱ各メーカーですね、実用性とかやっぱり比較されると思うんですよね。まあアウディでいうと A4 であったりとかっていうのがあると思うんですけど、トランクのスペースがどうだとか、やっぱりどうしてもゴルフをしないとっていう方にとってはこの広さとか長さとっても大事だし、奥様がですね、一緒に車を見に来られた時の奥行きがこうでとかっていうのは割と見られると思うんですよね。まあ、そこでいうとベンツの C クラスも BMW の3シリーズもですね、本当によくできていると思うんですけど、このスタイリッシュさでこの広さを確保できているっていうのは、非常にその出来としてはですね、バランスの良さっていうのもやっぱり感じるというところがありますね。まずこの広さとかいう部分で、
そうですね、BM でこの上でいうと7シリーズとか5シリーズとかになってくるんですけど、5シリーズじゃないとどうしてもダメだというようなですね、用途って意外とないのかなというふうに思いますね。はい、それではですね、走らせていきたいと思います。このディーゼルっていうのをですね、一つの良さは、高回転のエンジンというよりですね、こういうエンジン、この街中のですね、このストップアンドゴーで止まって、0から30キロ、40キロでまた信号へ止まってっていう、よく日本であるですね、そういう交通事情にある意味ぴったりと合ってるなというところがあるんですよね。特にその高回転でエンジンのパワーとかですね、そういうマックスになるというようなエンジンだと、結構そこに行くまでっていう、いわゆる美味しい回転領域みたいなものとか高いところにあるっていうことなんですけど、それがですね、割と最初の踏み始めのところからグッとパワーが乗ってくるっていうのは、このディーゼルの一つの良さじゃないかなっていうふうに思いますね。だから割と日本の交通事情に合ってるなというような印象がありますね。やっぱりその経済性っていうのを見た時に、ハイブリッドっていうのがですね、やはり台頭してくるっていうところがあると思うんですけど、ただそのハイブリッドですね、乗っていくと、特にそのプリウスとかだと燃費計とかがここに出てきて、平均燃費がこのぐらいとか、今現在燃費がこのぐらいとかっていうのがあるんですけど、燃費を上げていこうとするとですね、早い段階で、スピードを乗せて、なるだけアクセルを踏まないような形でですね、この快晴の状態を作ることによって、燃費って結構上がるというところがあるんですけど、ずっとアクセルを踏み続けていくとですね、どちらかというと、その1.5リッターの普通のエンジンの車の燃費というのを、の状態を結構キープするっていう感じになってしまうと、乗り手によってですね、燃費っていうのが結構左右されるのが、ハイブリッドというところがあると思うんですけど、このですね、ディーゼルに関しては、どういう人が乗っても、そんなに燃費に変わりがないのかなっていうふうな印象が、個人的にはありますね。乗っててですね、その燃費の工夫をしないといけないっていう部分がないかなというところで、だからこういった普通に街中で乗っていくのにも、あんまり気にせずに乗れるなというのがいいかなというふうに思いますね。これスポーツモードにしてみましょうかね。スポーツプラスをなってますね。お、赤くなりましたね。おお、これはいいですね。ここはね、シフトがですね、この赤くなってて、この M とかでなってくるんですけど、これがですね、今3速になりましたけど。早いですね、普通に。で、0100キロを何秒みたいな話になった時には、どの程度のそのタイムが出るかっていうのは分かんないんですけど、少なくともですね、こういったその街中や高速道路で、乗る感じで言うと、十分なこのスポーツ性能っていうのを体感することができますね。これはいいですね。いや、同じね、ちょっとエコに少しスポーツみたいなイメージで言うと、国産でですね、カローラスポーツのインプレッションを、まさにこの間したばっかりなんですけど、乗り比べてみるとですね、これはね、好き好みもあると思うんですけど、やっぱりこのスポーツっていうのを味わうというところで言うと、圧倒的にこの BMW の方がそれはスポーツしてるなという感じがしますね。
これはいいですね。で前のその BMW のこうゴツゴツした感じっていうのは、特にランフラットとかね使ってるというのはあるんですけど、それもなくて割としなやかな足回りっていうのを体感することができるっていうところですね。今ですねアダプティブクルーズコントロールを今プラスにオンにしました。で前にですね、前の車との車間距離とかっていうのが今出てる状態になってて、 もちろんアクセルからはこう足を外してるという状態になってますね。でそうですね、この距離の取り方とかっていうのもですね、なんか年々こう BM とかボルボとかメルセデスなんかもそうですけど、あらゆるですねこうカローラスポーツにもついてましたけど、結構ねこう自然になんかその辺が設定できるようになったかなと思いますね。まあ、今こうブレーキを勝手にこう車がはけてくれてるという状態なんですけど、まあ、こういった少し渋滞に入ったりですね、するような場面でももうピタッと止まるところまでですね、このようにこうクルーズコントロールで、全てやってくれると。だから当然今ねこう前が止まったので止まってくれるというところなんですけど、一応その前が動くとこう勝手に動いてくると。今からですね年末年始とかの帰省とかだと、もうこういうその渋滞とかっていうのにこう巻き込まれることってあると思うんですけど、その時にですね前とのその車の車間だとかそういうのとかをこのすごいやっぱストレスを感じながらブレーキ踏んだりアクセル踏んだりっていうのをですねやっていかないといけないっていうのがあるんですけど、長距離ですねそういったそのストレスを排除するっていうことができるだけで、とにかく移動のですねストレスとか、まあ、安全性だけじゃなくてですねそのあたりがないっていうのもすごくメリットがあるなっていうふうに思いますね。だから普通のクルーズコントロールだとアクセルからこう足を外すことはできるんですけど、ブレーキに常にこう足を置いとかないといけないっていうところがあると思うんですよね。まあ、そのあたりがですね、非常に効率的にやることができるっていうのはいいなという感じですね。ちょっと進み出しましたね。まあ、夜でもですね当然前の車との車間距離っていうのをこう取ってくれて、こういう快適なクルーズをすることができるっていうことなんですけど、まあ、今この年齢層が高いですね人の事故っていうのが後を絶たないと思うんですよね。まあ、そういう時に仕組みでカバーするっていうのはやっぱり理にかなってますよね。だからそういったものをきちんとこの安全性っていうのをここで仕組みでカバーするっていうことで事故が防げるっていうことがあるとしたらですね、事故をした後に手厚い保険に入ってるとかですね、もしくはその車がすごく頑丈にできてるとか、それも非常に重要な要素なんですけど、まあ、当たらないっていうことのですね、まあこう対策を講じるっていうのはやっぱり非常に大切なことじゃないかなと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。この320D ディーゼルなんですけど、結構ですね、まあ、うちも取り扱いを割とたくさんさせていただいた車になります。まあ、その中でもですね、まあ、こういうエディションシャドウというのはもちろん初めて取り扱いをするということだったんですけど、たくさんある車の中でですね、特にその選ばれるときにこの色とか程度とかあと個性ですね、まあ、こういった部分を選ぶときの一つの基準にするというところがあると思うんですけど、こういう特別モデルで色がこのこだわりの色、あと特に考えられる方はですね、割とその内装がこうフルレザーであるというのをですね、こう選ばれるときの基準にされるという方も割と少なくないかなという印象があります。まあ、そういうですね、条件が揃っていて、かつこういったその程度とかですね、いう部分が割とこう見てですね、こう感じ取っていただけるっていうのはこの動画の一つの
この見ていただける一つのメリットじゃないかなというふうに思うんですけど、ぜひですね、そういった総合的に見ていただいて、ご検討いただければいいかなというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。